宮園のと歳は、宮園武士の三味線方の名跡。大大宮、その節千住派の家元。明治元年本名は里島。江戸日本橋の茶屋、宇治の里の主人の里、清三郎の妻。初大宮、その和幸の門下。著書に、当時の貴重な資料、宮園戦争手がある。本名は、梅立たず。江戸日本橋の生まれ。 初代戦住の門下で一時廃業していたが後に復帰している。1907年頃に没したようである。孫は、新派俳優の異用法とも言われる。10月25日昭和39年7月25日、本名は、やりたゆ東京の生まれ、二代目戦住門下の宮、その千春の門下で、1911年に、宮、その千尋 1948年に三代目千寿を襲名。加藤説では山彦、広子、小木江節では小木江広を名乗り、素養があった。1959年に病気のために引退。大正末から昭和初期の名人。作曲にはおひかり、ワンキューなど。9月10日昭和60年9月2日本名は水野初。東京神田の生まれ。 19歳で三代目戦術に入門しぐ、その地行を名乗る。引退していた三代目戦術から1959年に生前相続し四代目戦術を襲名。1972年に重要無形文化財保持者認定。1973年に訓後東方干渉。ありがとうございます。